どうも、きゅうりにきです。チャンネル登録よろしくお願いします。あのね、寝巻きですいません。あと、まあね、このサイズのちっちゃいマスクですいません。失礼します。ってところなんですけど、あのね、まあタイトルとサムネ見れば、まあその通りなんですけど、あの、僕あの、先日、ちょっと心臓に、ちょっとね、まあ病というか病気がちょっと見つかって、まあ手術してきました。それのね、もう全貌を、あの、お話ししていきたいと思います。 興味がある方はね、あのぜひ最後までご覧になってください。はい。ってことでね、まずあのー、経緯から話すと、まずあの、会社のね、健康診断を受けてました。はい。それで、あの、心電図ってあるじゃないですか。あれで、まあ、不整脈、まあ、要するに、まあ、基準値から大幅にずれてるっていう、まあ、その、脈がね、不整脈っていう、その、脈が飛ぶ。 っていう現象がちょっと起きてて、これはもう病院にね、一回再検査しに行かないといけないだろうっていう判断で、病院にね、循環器科に、まずは行ってきました、町のお医者さんって感じのね、ところに。で、さらにね、いろいろ詳しく心電図とか、心エコーとか、いろいろとって、もう何日間に分けてね、3日間ぐらいかな、合計、通って、いろいろ検査して、 であのー、分かったのが、心室性気外収縮っていう、まあ、あの、なんていうのかな、結構一般的に、こう、みんな起きてる心臓の現象なんですけど、脈って、こう、ドッくん、ドッくん、ドッくんってなるじゃないですか、僕の場合は、あまずね、通常ね、通常、こう、ドッくん、ドッくん。 でなってるじゃないで,すかで僕の場合はドックン「ドックンドックンドク」「ドックンドックンドク」っていうねこのちっちゃいちっちゃい「ドク」っていう謎のあのー、脈が出てるんですよ「ドックンドク」っていう「ドックンドク」っていうね本当はドックン「ドックンドク」なのに「ドックンドク」みたいなそれがあのー、24時間検査したんですね24時間中あのー、何回 あの不整脈が出てるかっていうのがね、その特訓っていうのが。で、ああ平均的にあの24時間でだいたい人間って10万回あの心臓脈打つらしいんですよ。その、の僕が実際にその検査した結果、3割、だから30%ですね、24時間動いてる心臓の中の30%、まあ、やばい、その回数で言うと、あの 1>, 大体1万5000発その不整脈が出るともうあの治,療あの治療の対象っていうふうに判断されるんですけど僕の場合は3万5000発ぐらいだったんですね、はい、でもうそのあやばいその治療が必要っていう基準値のもう倍以上だったんですよこれはもうね今すぐにでもどうに,しどうにかしなきゃなんないってことであの、まあ、医者からは手術をね勧められました あちょっと飛んだんですけどあの、まあ、町の病院でね、3回ぐらいに分けて、あのあの検査とかして、その後にあに、まあ、やばいってこところで、紹介状を出されて、もっと大きいあの市が運営している病院に行ってきました。はい、であの、まあ、医療センターっていうんですけどね、うんまあ、いろんなところにあると思うんですけどね、はい、でそこでその、まあ、医者からは、私は強く。 手術することをお勧めしますっていう風に、まあ言われまして。そのね。まあ、手術っていうのが、怖いんですよね。うん。あの、まず、麻酔をね、こう、2箇所打つんですよね。首の、ここ、ここと、ここのね、に、なんか、この辺付け根と、あと足の太ももの付け根、あの、こう、鼠径部っていうんですかね、こう、V 字になってるじゃないですか。あの、足の付け根って。 そこに移つんですよ麻酔をこの2か所でこの極小麻酔だけで手術をするっていうまあ激痛手術っていう風にまあ言われまあ言われたわけじゃないですけどねそういう風には言われてないけど、まあ、まあ痛みが伴いますと麻酔にはねあとカテーテルアブレーションっていう、まあ、治療であのまあ動脈をね通じて まあ管っていうかこうバーって入れていって心臓をこうジュッて焼くんですよ心臓を焼く治療焼いてその筋肉を壊死させるっていう治療なんですねうんまあく、ね、なんか専門的なこと言うとなんかちょっとうん、なんか難しいかなとも思うんでざっくりですけどあの心臓を焼くその一部をね焼くことによってあの普通じゃない 電気信号っていうのをこう送らないように接触しないようにするっていうあの治療なんですねでその異常な電気信号が発してることによってあの心臓が変な動きをしてるところなんでその変な動きしてる部分をもう焼き切っちゃうという焼いてもう、まあこのうん、焼き切るあの壊死させるっていうのね、うん、っていう治療でそうすればもう起きないでしょうっていう。 のでね、まあ、割とポピュラーな、まあ、治療らしいんで、まあ、わ、うん、かりましたと。まあどうしようもないからねやるやる、やらざるを得ないよねっていうことで、まあやってきました。はい、もうね、地獄ですよ、本当にうーん。もうね、二度とやりたくないです。はい、で そのね麻酔がまた痛いんですよ。でこれ僕、あの冗談抜きであの麻酔ねほぼ同時にやられるんですね、首と足の付けね。失神しました。はいもう、ね、あの麻酔打った瞬間の記憶がないんです。うんまあ、麻酔打つ、ああ、くるくるくるっていうねあの、チクッてなったんですけど、チクッてなって、そこからちょっともうし,しばらくの間の,あの記憶がないんですね。ということは、おそらくま失、あ、神したのだろうと。 思います。はい。で、あの、まあ、でも、ま、湿疹なんで、で、極小麻酔なんで、別に起きてる、起きるわけですよ、途中で。あの、でね、鎮静剤とか、あの、点滴でね、入れられて、まあ、眠くなってね、こう、鎮静剤なんで、まあ、眠くなってくるような感じはあるんですけど、でも、意識はあるんですよ、それがね。耳も聞こえるし、もう、ね、目、でも不思議なことに目がなんか開きにくいんですよね、やっぱこう、筋肉が。 すみません。ちょっとデータのね、空き容量がなくなっちゃって、強制終了されちゃったんですけど、まあ再開していきます。はい。でね、あの、目が、もうね、空きにくい状況になるんですね。うん。まあでも、意識はある中で、心臓を焼かれるときに、あの、激痛が走るんですよね。うん。 あのー、心臓ジュッって焼くときに、あの、なんか、聞こえるんですよ。300とか、次はい、じゃあ400でいこうとか。多分それって400ってワットのことなのかなーっていうね。ワット数のこと言ってんのかなーと思って、300、400って結構やばくないのって。でも、身構えてたんですけど、ジューって焼くときに、もう超苦しくて、心臓がもう、にゃーって思いっきり握られたような感じ。にゃーってね。 で体、ぶーって動いちゃったんですよこれ、力んで、そしたら、もうめっちゃ怒られて、医者の人にね、うん、はい、動かないって怒られちゃって、まあ、もうじゃあ、お前、やってみろよと、やったことあるんかとね、<laughs> やったこともないのに、なんか、ね、分かってるような、痛みを分かってるような感じしちゃって、まあ、あんな、言っとねあの、失礼なんですけど、うんまあ、そんな風に思っちゃいましたね、うん、正直。 で、な何やかんだで、まあで、4時間です。はい。かかった時間、なんと4時間。4時間の間ね、ずっとベッドに寝ながら、あの心臓を焼かれて、うっうっってなりながら、で、なんか、鎮静剤でこう眠くなって、でも声は聞こえて、痛みで起きて、で、なんか、ね、動くな、動くなって言われて怒られて、ああ、もうやだ、やだ、やだっていうのが4時間続いて、なんとか終わりました。はい。終わった時にはね、あんまり記憶はないんですね、また。 ってことは、まだ多分出身したんでしょ、どっかで。<laughs> もうね、<laughs> きついよ、ほんとに。ほんとにきついね。もう二度とやりたくないです。はい。で、結局、その、手術終わった直後から、もうあの、不整脈はなくなりました、とりあえず。うん。とりあえずなくなったんで、まあ一応成功ということで、その日は終わりました。で、まあ3泊4日の入院で手術ですね。はい。 一日目入院して二日目に手術します。で、三日目が、あの、検査、入院というか、まあ、様子見。で、四日目が退院という感じでね。で、あのー、まあ、お医者さんから言われたのは、おそらく三ヶ月後ぐらい。要は、あのー、不整脈は治っても、あのー、心臓が火傷してる状態なんで、それが完治した上で、不整脈がなければ、あと、完治ですよっていうね。 あの、不整脈、今回の病気はもう完治ですよっていう風に処理されるらしいんで、まあ、まだね、よくわかん、あの、結果は全然わかんなくて、また再発する可能性もあるんですけど、まあ、再発しないことはね、また祈って、もし再発した場合はもう一回手術するっていうことになりますので、あの、絶対に嫌です。はい。もう逃げようと思います。はい。うん。ってことなんでね、まあ、今は、まあ、ちょっと心臓こう、やって力んだりするとちょっと痛む。 時とかはまあ、時々あるんですけど、まあ基本は大丈夫です。はい。で、また来月かなに通院して、まあ通院何回かしてね、また検査してっていう風になっていくと思います。はい。またなんかあればね、追って、あの、動画にしたいと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。距離リニでした。バイバイ。みんなも本当に健康診断には気をつけよう。